小犬です。どうぞよろしくお願いします。本日はですね、久しぶりの相席酒場ということになっております。皆さんこんばんは、ね、一緒に今日も飲んでいきましょう。本日の相席酒場はですね、このような内容となっております。まずおすすめの映画、今回はですね洋画1本邦画1本合計2本の、盛りだくさんの、状態になっております。で続きましては、おすすめの本ですね、これをご紹介いたします。続きましてはマニアック洋楽名盤のおすすめをいつも通り1本、それからですね、私コイムーの、ここ、数ヶ月、まあ、今年入ってからの買ってよかったもの、まあ、この辺を、ご紹介したいと思っております。そういうお話をしながら皆さんと、飲んでいきたいなと、こんな風に、思っとるわけですよね。それでは、今日のお酒を、何ですかご説明いたします。本日のお酒です。朝日生ビール丸 F、ね、通称丸 F ね、いうことでございますけれども、これ CM でやってますよね最近ね。ちょっと美味しそうやんと思って、朝日好きなんで、あのビールに関してですね。なので朝日ですから間違いないだろうということでこれを買ってまいりました。それでは飲んでみましょう。ではね、皆さんもお酒の準備は大丈夫ですか？それでは行きましょう。乾杯。今日もねお仕事お疲れ様でした。はあ、うまい。うまいね。うん、うまいね。なんかこうこのねすごいこのラベルがなんかいい感じじゃないですか。うん、美味しそうだなと思って。でもラベルからするとなんかちょっとこうプレミアムモルツ的なちょっとフルーティーなやつかなとも思ったんですが、まあさすがアサヒって感じですね。アサヒのビールっていう感じです。あのすっきりとドライな喉越しというところでございますね。ビールはうまいね。はあ、ちょっとね、今日のおつまみは、ザーサイ、大好きなんです、ザーサイ。こちらで今日は一杯やっていきたいと思います。うん、うまっ。ちょっとご飯食べたくなりますね。うまいわ。このね、ザーサイのこの歯ごたえね、これがいいよね。しかもね、これキクラゲがね、たっぷり入っておりまして、これがいいですね。うん。じゃあね、早速こう飲みながら食べながらですね、映画の方行きましょう。今日の映画、おすすめの映画ですね。まず、洋画からいきます。洋画。The Girl Dragon Tattoo 発音が合ってるのかもしれませんが、ドラゴンタトゥーの女ですね。これは2011年公開の映画でございます。監督はですねデビッド・フィンチャーですね。このデビッド・フィンチャーのという監督をご存知かということなんですが、あの私の、好きな映画監督のトップ5に入るデビッド・フィンチャーさんなんですけれども、まあ、代表作は、セブンっていう映画ね、あのブラッド・ピット主演のセブンとか、あと、まあ、これもブラッド・ピットです。これもブラッド・ピットですけど、ファイト・クラブね、などを、撮った監督でございます。この監督のね、このなんていうの、このフィルムの色がね独特なんですよ。どれも見たことない方は絶対見た方がいいです。まあこれも非常に面白いし、まあそうですね、ちょっとこうグロいというか、そのミステリー系好きだったらセブン超おすすめですが、私の今日おすすめしたいのはこちらね、ドラゴンタトゥーの女。これね、主演はダニエル・クレイグさんですね。あの今現在の007のおじさんでございますね。と、このヒロインというかこの女性が、ルーニー・マーラ、ね、
う人なんですけど、この人ね結構私好きなんですよ、ルーニー・マーラ。これはですね、まあ、あらすじ的には、まあ、40年ぐらい前にこう行方不明になった少女をのことを調べてくれ的なことを言われて、ちょっと頑張っていろいろやっていくってやつなんですけど、これね面白いですよ。このね、原作になってるのが小説の、ミレニアムっていう小説だったかな、いうやつなんですが、非常にねストーリーがよろしいですよ、でそうですね、結構グロいシーンもまあまああるかな、まあ、これもあのご家族でのご歓談はやめた方がいいパティですね、まあまあちょっと ささっといきます。はい、はい、ドラゴンタトゥーの女でした。で続きまして、初の邦画、おすすめの邦画ということになりましたが、ちょっとねタイムリーなんでこの映画にしようかなと思いました。あの邦画ね私あんまり見ないんですけど、正直あの洋画がほとんどなんですが、今ですね、現在公開されてると思うんですけど、孤狼の血2っていうねやつが公開されてると思いますが、それ私見てないんですけど、まだ孤狼の血ですね、おすすめの邦画。これね役所広司と、松坂桃李が出ておりまして、まあヤクザ系映画っていうのかな、やつなんですが、めちゃくちゃ面白くて、これね私1回見た映画ってあの本当に気に入ったやつはもう300回ぐらい見るんですけど、言い過ぎかな、めちゃくちゃ見るんですけど、あのちょっとやそっとじゃあ同じ映画何回も見ないんですよ私。それがあの見た初めて見たその日に3回見たっていうね、かなり珍しい作品でございます、私にとっては。で、あの役所広司さんがあの刑事なんですよ、はい、で松坂桃李さんも刑事なんですが、その役所広司さん扮するなんとか刑事が、ヤクザの組織と結構もうズブズブの関係なんですけど、こううまいことこうヤクザの方は情報を流したり、刑事の方はちょっとこうあとある犯罪をこうね隠蔽しうまくして持ちつ持たれつみたいな関係でその平和を守っていくみたいなね感じの刑事なんですけども、そういうお話なんですが、めちゃくちゃ面白いねこれね。でね2見に行きたいんですけどね、なかなかね時間がなくて見に行けてないでござんす。はい、そんな感じです。はい、では本日のおすすめの本です。今ここに集中、今ここに意識を集中する練習、ね、これはですね、あのもう聞いたことあると思いますが、マインドフルネスについての本です。で、まあマインドフルネスって何ぞやっていうことなんですけども、まあこれですね、今ここに意識を集中することをマインドフルネスというようなんですが、なんでそれが重要なのかと、この私たち人間というのは、ね、このまあ今こうカメラに向かって話している私であっても、いろんなことをに意識がいってるんですよ。まあ例えばこの、カメラに向かって今お話ししている最中も、昨日起こったことであったり、明日仕事でこういうことをやらなきゃなだったり、なんかね無意識にいろんなところに人間というのは意識が飛んでいるんですよ、はい、いうことで、その今ここの状態に集中できていないということが非常に多い、 むしろ それがもうほとんどだということなんですね。でそれによって何が良くないかというと、やっぱり集中力が低下しますので、まあ、物事をこううまく進めていくことができなかったり、本当に、あなたにとって私にとって、重要なことと違う方に、行ってしまったりするということが起きているらしいんですね、はい、なのでそれを今ここに戻す作業という、まあ、ワークというんですかね、方法がたくさん記された本でございます、はい。まあ一つじゃあなんかご紹介しますとですね、はい、手を休めるという方法があるらしいです。1日に数回両手を完全にリラックスさせます。で少なくとも数秒間手を動かさないで、例えば、両手を膝の上に置いて、静かな状態の
手の感覚に意識を集中させてみると、こういうことですね。はい、旗から見たら、あ、行かれちまったかなっていう感じですけども、あの何か一つ、まあ、手の感覚とか体の感覚とかですね、あと呼吸に意識を向けるとかですね、そういう方法でいろんなこう邪念から抜け出してですね、今現在この場所に戻ってくる練習をしましょうと、そういうふうなことが書かれております。興味のある方は、概要欄にリンク貼っときますんで買ってみてください。はい、いいね、まったりしてますね。 CD 行きましょう。おすすめの名盤行きます。スコーピオンズ、テイクマイポーズ、ね、これは名盤ですよ。これはね、ヘビーメタル界に燦然と輝くと思いますよ。はい、スコーピオンズってですね、ドイツのヘビーメタバンドなんですが、もうかなりこう昔から活動されておりまして、今でも現役です。はい、で、これはそんなスコーピオンズの5枚目のアルバム、出す5枚目のアルバムです。1977年、もうだいぶ昔ですね、に発表されたアルバムでございます。Take My Horse、ね、でこれのですね、もうこのアルバムを語る上で絶対言いたいことがあるんですよ。このアルバムの5曲目に収録されておりますカロンの渡し森っていうね、謎の放題の、曲があるんですけど、もうねこの曲を、まあ、作ったのがウリ・ジョン・ロートっていうね、またとんでもない名前のヒゲおじさんギタリスト、このバンドのギターの人がウリ・ジョン・ロートっていうんですけどその人が作った曲なんですが、この曲はね本当に何でしょうね、もう天才じゃなきゃ作れないこれはっていうような曲なんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですけど、何それっていう感じなんですよ。でもしかも一回聴いたらかなり中毒性高い曲なんで、これはねぜひ5曲目カロンの渡し森、これ聴いてほしいですね。他にも名曲揃いですよ。はい、大好きなアルバムっていうか、ウリジョンロートが大好き、まあ、ボーカルのねクライスマイネンも大好きなんですが、はい、まあいいでしょう。これが今日のおすすめの名盤でございました。はい、それではですね、最後の話題になりますけれども、私コイムが今年ですね、2021年に入ってから今日までの間で買ってよかったものというのを、ちょこちょこ、ご案内していこうかなと思ってるんですが、その中でもね、これはもう本当に買ってよかった、めちゃくちゃ使ってますというやつなんですが、発表いたします。はい、アンカーサウンドコアリバティエアー2プロ、ね、めちゃくちゃ名前長いんですよ、覚えづれんですよ、いうことなんですが、これは何かと申しますと Bluetooth イヤホンですね。はい、でこうなってまして、これをまあこう耳に入れるだけなんですが、これねすごいんですよ。まあ AirPods でしたっけ、この Apple 社のこう耳にやるやつも、まあもちろんそうなんですが、あのノイズキャンセルというのがついてまして、これね初め、つまり外の音を、なくする、無音にするような、まあ完全に無音にはできないですけど、するような、モードが入ってます。でそれにすることによって、まあ、耳栓の役割をしたりだとか、外の音に気にせず音楽を聴けたりだとかっていうものなんですが、これがねもうねびっくりするぐらいすごいんですよ。あの最初これを買ってこう耳につけて、そのノイズキャンセリングのボタンを押した瞬間にちょっとね笑っちゃったんですよ、本当にっていやマジで笑っちゃったっていうね、何これみたいな。あの換気扇つけてたんですけど、換気扇の音無音になったんですよ。ここじゃないあっちのリビングの方に換気扇がついてるんですが、その音ゴーってね、音がゴーって言ってるのが、それボタンを押した瞬間もうねえみたいな感じに なるぐらい強力に効きます、このノイズキャンセル。これはすごいぞ。出先でねちょっと
ノーパソ持ってちょっと仕事してるような時に周りがねやっぱりうるさいとか集中できないなってあるじゃないですか。もうこれやってください。一発です。あの水の中に入ったみたいな感じになるんですよ。で音も音楽のね音もめちゃくちゃいいし、これはね本当に買ってよかった。うん、めっちゃ使ってます。もう毎日使わない日はないですねこれね。はい、これねおすすめです。で金額がですね、今現在の金額ではAmazonで12,980円となってるんですが、私はですねこうプライムデー、プライムセールの時に買ったので9000いくらで買ったんですよ。でねまたセールやる時にこのアンカー商品っていうのは結構 Amazon セールで値段が下がりやすいので、ぜひ安い時を見計らって買ってみてください。もうこれ使ったらちょっともうね手放せなくなってしまいますね本当に。うん、あとねちょっとこう仮眠取りたい時に雑音がうるさい時とか本当おすすめですよ。マジで無音になります。なので、まあ、音楽を聴く、まあ、もちろん聴いてますけど、音楽を聴くというよりはものすごい性能の耳栓として使うことが私は多いかもしれないですね。はい、そんなこんなでございます。というわけで長々となりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。